起立性調節障害、あ、なそういうパターンもあるんだ。なんかそういう 何かが決まってる障害みたいなのもあるんだ。じゃあ なかなか一概には言えんな。あの、俺も怖い話は好きよ、結構。お化けは信じてないけど。だってなんかさ、本当にあった呪いのビデオ知ってる？俺昔よくツタヤ行って借りてたんだけど、あれなんか9割何、元スタッフが言ってたの9割偽物みたいならしいよ。本物まあ1割あるかどうかみたいな。まあ1割もあるんだったらって話ではあるけどね。怖い話はめっちゃ見るんだけどね。非科学的要因とか言うけどさ、お化けはだって証明できないもんね。まあいることも証明できなければいないことも証明できないみたいなやつなんだろうけど、そんなこと言ってもって話じゃない。いないよりじゃね、お化けなんて。なんか怖いなとは思うけどね。ああ、そう、富士急のお化け屋敷とかはさ、びっくりさせに来てんじゃん。あれはお化けの怖さとはまた違うじゃん。びっくりじゃん。びっくりはまた違う感情だと思うんだよな、普通に。お化けの、ああ、怖いっていうのと、何？お化け屋敷の、ああ、びっくりしたみたいなの全然違うじゃん。別物じゃん。もう、ここどこでいうか。コインな。そう、こういう時にコイン枚数もちゃんと見ると。で、ここの周期もちゃんと見てるんで、下に行きます。はい。この周期もちゃんと見てた。目使ってた今。やらせ感すごい。あ、心拍数。なーに、これもう、もういいや。いや、そう、心霊スポット行こうと思ったんだけどさ、なんかあんまりなくて周りにいい感じのところが。どうせ行くんだったら怖いとこ行きたいじゃん。いや、わかる。お化けとか信じてないけど、暗闇とかめっちゃ怖いんだよな。なんか、あ、いや、俺お化けとか信じてないけど、免許合宿の時の、なんか、何？暗い空間とか、夜の学校とか普通にめっちゃ怖いもんね。あ、これ近畿の取ってね。あ、そうか、また。ST スタジオフィッシャーズがやらせ説が俺の手によって暴かれてしまうかもしれない。実際面白いんだけどね、怖い話とか見てると普通に。心霊現象とか。だから一種のエンタメみたいな感じだよね、もはや。うわぁ、ごめん、おい。頼む、順位でお願い。しゃあ。そう、夜の河川敷とかめっちゃ怖いもんね。わかるわ。廃墟、いや、そう。はい、でも今の、なんかここ最近の廃墟って中入れないんでしょ、なんか。入ろうと思っても入れないみたいな構成になってるでしょ。廃墟、今のご時世って。まあそうするべきではあるけどね、実際。それでなんか事件とか起こるくらいだったら。